みんなちょっと待ってくれ。なんかな、今書いてたんやけど、こんな書いてたんやけど、わかるかな、これ。これ。気持ち悪い。握られたかな。いやだからとりあえず箱に移すさ。みんな見て。いや見てとか言って全然見え。いや分かりにくいな、これ白い花の上がいいか。あ、潰れてしまった。いや、やばすぎ。なんだっけ、カゲロウの仲間だっけ。ごっつ。いかつ。初めて見たんだけど、これなんかグロい。顔がグロい、なんかもういかにも地球外生命体って感じの見た目してるね。ビジュアルがグロい。うわー、やべえ。なんかさ、こうやってちゃんとしっかり虫取りしてみるとさ、見たことない虫ってたくさんいるもんだね。この子お持ち帰りしようと思います。うわー、グローい。はい、ということで持って帰ってまいりました。こいつあそこではなんか、俺なんつったっけ、カゲロウつったっけ、だけど多分カワゲラの仲間だよね。カワゲラ、いや、ビジュアルがやばいよね、これ。なんかなかなかこうグロテスクなビジュアルをしてる気がするんだけど、うーわ、グロいな。なんかわかる、なんか普通の昆虫とは違うさ、グロテスクなものを感じるんだけど、これ触って大丈夫なんかな。触ってみよう。うわ、動くな動くな。感触はね、なんていうんやろ、こいつさ、ピンセットで持ち上げるか。ちょっと飛ぶなよ。こいつさ、ちょっとよ、うえ、え、バカ威嚇してきたけど、やばい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 、何こいつ、飛ばれたら発狂。ああ、飛ぶなよ、ねえ、マジじゃないの。さすがに見たことも触ったこと、そっちはダメ。うわ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 、でもゆっくり飛ぶ。うわあ、気持ち悪い。止まれ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 。よし、よしよしよし、はい、もう掴めた。飛ぶなって。やってらんないよもう。じゃあですね、この
カワゲラを同定しようと思ったんですけど、名前がですね、わからなかったですね。はい。じゃあ僕、こういうですね、本を使ってるんですけど、見ているんですけど、日本の昆虫1400っていうのの、まあ、1と2があるんですけど、これって。はい。これの2の方にですね、まあちょっと、その、カゲロウ、カワゲラ目っていうのがあって、そこに、まあ4種類だけ載ってたんですよ。はい。ちょっと、この中は見せれないんで、あれなんですけど、それを言いますと、大山カワゲラと、上野カワゲラ、大和カワゲラ、黒長カワゲラっていう4種類が載ってて、まあ、それっぽいなっていうのは、まあ、大山カワゲラと、黒長カワゲラなんですけど、大山カワゲラは見た目がそっくりなんですけど、出てくる時期が5月から7月になってるんですよね、この図鑑では。で、黒長カワゲラは出てくる時期は4月から6月で、まあ、それっぽいかなとは思ったんですけど、色合いがね、こんなにね、まあ、この図鑑では真っ黒なんですよ、これ。やっぱ黒長カワゲラって書いてあるだけあって。でも、こいつそんな真っ黒じゃないから、まあ、ちょっと、カメラ越しには真っ黒に見えるかもしれないんだけど、だから違うかなとは思ってんだけど、多分、まあ見た目的にカワゲラの仲間なんだろうけど、何カワゲラかがすごくわからないってところですね。ふぅ。ああ、気持ち悪い。ああ、そう、なんかね、なんか見た目がね、ビジュアルが気持ち悪すぎて、すごい苦手だね。なんか昆虫の中でも、僕、嫌いな昆虫が何種類かいるんですけど、まあ多分、うん。ゴキブリとか素手でいけるんですよ、割と。だけど、これがね、これはちょっと素手では無理。うん。まあ、ゴキブリとこれどっちの方がいけるかって言ったらゴキブリの方が全然触れるかなっていう感じなんだけど。いや、これ素手でね、こうは無理。うん。やだー、なんかやだー、ビジュアルが。うん。な感じの、まあ、カゲロウ仲間を見つけたんですけど、まあ、もしね、わかるよって方が、まあ、動画見た方でいれば、ちょっと教えていただけると嬉しいんですけど、僕がね、ちょっといつも使ってるこの図鑑にはね、ちょっと4種類しかカワゲラが載ってなくて、まあ、もしね、ちょっとカワゲラだと思って思い込んでるんですけど、カワゲラじゃないと思うよっていう意見も全然受け付けておりますので、よかったら教えていただけると嬉しいです。僕のね、ちょっと知識として、ちょっと置いておきたいので、いや、こいつのビジュアルはやべえやろ。なかなかにグロくない？うわぁ。こんな虫がいるんやね。すごくない？ビジュアル。だってさ、体の割合に対してさ、羽でかすぎやろ。まあ、体の割合っていうか、顔に対してさ、この羽のデカさよ。驚きなんだけど。はぁ、カワゲラってすごいね。いやぁ、とんでもない虫。ちょっとそこ捕まっとかんでほしい。ツン。よし。この辺で終わっとこう。はい、そしたら今日はこの辺で終わっていこうと思います。いやー、本当にこいつがね、何かわからないから、詳しい名前がわかる人、よかったら名前を書いていただけると嬉しいでございます。それでは今日はこの辺で終わっていきます。チャンネル登録と Twitter のフォローとか高評価とかよろしくお願いします。それではお疲れ、バイバーイ。